古法派は、江戸時代に起こった、漢方医学の一派である。古法派ともいう。古法派の観点は、古の成人の医学を、今の時代に再現するという点にある。江戸時代の古法派は、召喚論、近畿要略の薬法を重視したが、必ずしもそれのみを使用したということはできない。共通して言えることは、程度の差はあるものの、そうより後に起こった。 中国の病マイロ論、薬理論に対して批判的であったということである。名古屋元は中国で起こった液水学派と、作管重帝学派の影響を受け、タスク比そもそも影を、治療指針とする独自の生命観に立って古典への、回帰を説いた。その延長線上の一つに、召喚論、近畿要略があった。名古屋元は日本で、最初の、近畿要略中海省を表した。 名古屋玄二の丹水湖には、松氏の間、古は、様子見じに塞がる。牛しして、これを、へきいて、来るは上たり。南陽の木、後に道に塞がる者は、流朱のとにして、隠居の説を言う者、ゼナリ。我がひそかに、牛に必須と記される。この名古屋玄による学説は、伊藤人祭の古疑学イコール古学の台頭の、 代表である、理論的な朱子学への批判と、ほぼ時期を、同じくしている。古法派の医者として、誰が含まれるか様々な説があり、一定していないが、江戸時代を代表する古法四大家としては、後藤牛虎山、香川治安、松原一貫斎、山脇東洋の4名が挙げられる。後藤牛虎山は、一期止め大説を提唱した。食事療法、旧、有誕、 万象、温泉、剣幕、純記剤、民間療法などの多岐にわたる治療法を行った。後藤牛虎山の門人である山脇東洋は外大肥大型復刻に努力した。東洋は、古の道によって今の術を取るを目標とした。東洋の処方には外大肥大型由来の処方も多く見られる。 後藤牛虎山と伊藤神祭の門人である香川治安は召喚論をも批判の対象とした。治安は孔子の衝動と医術の本は一つとして一本堂を合した。召喚論が太陽、陽明、商陽大陰松陰血陰に病を分けて論じているのを関念の産物として批判し、信奉するにたる古典や先人はついに、 見出し得なかったとして、自画作意にしえのことを述べた。有馬鈴及びに意を学び、伊藤神祭の樹を批判的に継いだのが、並川天民である。この並川天民の門人である、松原一貫祭は、古法四大化とか、古法五大化の一つに数えられた。一貫祭の弟子として集まった者は、数百人に及んだ。門人らはいつも、 著書をして欲しいと勧めたが、世の人が、一致半対にして、人を誤ること人印と嫌い、終身、一書も表さなかった。徳川義宗、家重の時代に、吉松東堂が、類珠方などを表して確立した。名前のついている訳法は、吉松東堂の、類珠方で、わずか200種余りである。吉松の処方は、後世の訳法に比べると、発汗。 とし下痢などの激しい反応を起こすことがよくあったが、吉松は、こうした、面言、松原圭介、松原修二、長井俊栗山美幸、案、内藤望ぞ明、吉松南外、新昭王、吉松類祭、吉松北州、和田東角、中川船亭、村井金山、中上仏、中西新祭、 うつきこんばい、わだもとすけ、なとみどくうそあん、なんばかかいふし、かめいなんめい、おだいはんきょう、ふるやちしろ、おだやさだけなどがこの古法派の流れを組むものである。これらの人には、折中派とされる人々が含まれる。したがって、折中派にもここによりかなりの差があり、厳密に区別することは難しい。様々な言い方があるが、実証主義の観点から、 乱学の要素も取り入れた観覧折衷派に数えられる、花岡清春もこの古法派の流れに属する。幕末には、織田や佐竹の弟子の織田洋道が優れた、古法家として知られた。ありがとうございます。